こんにちは、沖縄カエル紹介のバラです、ね、もうすぐねクリスマスですね。12月に入ってね、沖縄今年はすごい雨が多かったんですが、今日はね珍しくちょっと晴れてます、まあ、またね午後から天気崩れてくるようなんですが、まあ、実はですね先日夜、ヤンバルの森入った時ですね、帰りにこう林道のそばでね花咲ガエルが結構鳴いてる場所があったんですね。でね、これはねもしかしたらね去年花咲ガエルの産卵の様子を動画に撮った場所でも今年すでに産んでしまっているかもしれないということで、これからちょっとね慌てて様子を見に行ってみたいと思います。多分ね産んでる気がしますね、残念ながら、ということでとりあえず行ってみましょう。今ですね、去年産卵を撮影した渓流のですね、ちょっと水の流れの緩やかな縁に来ています。このね、水中に卵を見つけられるんですけれども、まだ全然産んでないですね。ちょっとね、林道沿いで鳴いている花咲ガエルだいぶ見たので焦ったんですけれども、今年の産卵はまだこれからのようです。まあ、多分ね、年明けになるんじゃないかなと思います。またね、産卵をね、撮影して、その様子をお伝えできるように、逃さないようにね、タイミングを逃さないようにチェックしていきたいと思います。前回の動画でも紹介した大城少女バカマが、他にもね、花芽らしくなってきましたね。つぼみっぽいですね。これが、まだ短いですけど、ギュイーンと伸びてきて、ちょっとね紫の入った
白っぽい、ね、花を、綺麗な花を咲かせます。ユリ科の植物ですね。先ほどの花咲きガエルの産卵ポイントからさらに下流に下ってきたところです。ここもね、小規模な花咲きガエルの産卵場所なんですが、こっちもね、全然縁がないですね。ここもまだ作りたいのようです。さっき見てきたところよりもちょっとね、大きな縁に来ています。結構ね、一番深いところでは1メーターぐらい深さがあるかもしれません。この大きな縁の周りで花咲きガエルのオスが結構鳴いています。水中を見るとね、結構もう20匹ぐらいかな、水中で待機している花咲きガエルのオスもいるようです。多分ね、今晩あたりから繁殖が始まるんだと思います。でもね、ちょっとここにね、夜来るのはちょっとしんどいなという場所ですね。